日本鹿児島県鹿児島市五ケベップ町五ケベップ町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国谷山郡、谷山号五ケベップ村、谷山郡、谷山村大技五ケベップ、鹿児島郡、谷山町大技五ケベップ、谷山市五ケベップ町。郵便番号は891-0101。人口は1021人。世帯数は476世帯。鹿児島市の西部。 長田川上流域から中流域の間に位置している。町域の北方には、鹿児島県道24号鹿児島東市基線を挟んで、西別府町、南方には、高徳時代、中山町、東方には、山田町、西が、峰、田上、西方には、春山町、石ヶ谷町がそれぞれ接している。元々は、高徳時代、西が、 峰の一部の区域はゴケベップ町に属しており、ニュータウン造成に伴う町名設置により分割されたものである。教育施設は、町域の北部に、鹿児島実業高等学校及び、鹿児島工学院専門学校が所在しており、鹿児島実業高等学校には、運営母体である学校法人川島学園の本部が設置されている。また、 1986年まで五家別府町には、鹿児島市立宮川小学校があったが、高徳時代の人口増加に伴い高徳寺、第4丁目に移転している。跡地は、宮川幼稚園及び、鹿児島市宮川野外活動センターとして利用されている。町域の北端部を、鹿児島県道24号鹿児島東一期線、北部を、鹿児島本線、中央部を、 鹿児島県道35号、長吉入里佐鹿児島線がそれぞれ東西に通り、県道35号に沿って、春山町方面より長田川が流れており、流域には、川口や住床などの集落が形成されている。谷山市によれば、人わずかの小集落でその土地は、朝廷より別の直布によりて、人に賜る直市伝の一つであり、五家については、五家別府郷土市によれば、 山中に、金賞の人口の住みかよして五軒ばかりのひもろぎ落ち、あるおばかくなつくるかとある。五毛別府町では、長田川上流の渓谷を挟んだ、大地上に土器の破片や石器などが散布、または出土しており、住床人市、仙山、川口、勝部口、東の原、三重の原では、魔性石器や土器が発見されている。 鹿児島市宮川野外活動センターの東側には、弥生時代の破片が発見された塔の原遺跡がある。五ケベップという地名は古くは、室町時代より見え、薩摩国のうちであった。古くは上ベップ村とも呼ばれ、山田氏が漁していた。干渉六年の鹿児島諏訪社祭次第には、五番、奇中年花棚にした谷山五ケベップ東の、ベップ谷山の山田とあり、当地は花棚。 西田などと共に、諏訪社祭礼役の5番目に編成されていた。江戸時代には、薩摩国谷山郡谷山号のうちであった。古くは山田号に属していたが、後に谷山号のうちとなった。村高は、天保郷町では489国余り、群村高辻町では489国余り、三州五地西洋欄では526国余り。 急行給料取調べ町では718国余りであった。五ケベップ村には商屋所が置かれた。五ケベップ村に居住していた氏族は農業をも営んでいた。村の中央には車場が置かれた。1889年4月1日に町村制が施行されたのに伴い、上福本村、下福本村、和田村、塩屋村、松崎町、日向川村、中村、 五ケベップ村、山田村の区域より谷山郡谷山村が成立した。それまでの五ケベップ村は、谷山村の大技、五ケベップとなった。1897年4月1日に、鹿児島県下国海並群会変更及び軍、廃置家法律によって谷山郡が、北大隅郡と共に、鹿児島郡に編入され、谷山郡に属していた、谷山村は、 鹿児島郡のうちとなった。1924年には、谷山村が、調整施行し谷山町となった。1958年10月1日に、谷山町が、市政施行し、谷山市となり、大和五ごけべっは、谷山市の町、五ケベップ町となった。1967年4月28日には、谷山市と鹿児島市が対等合併し、鹿児島市となった。 これに伴い五ケベップ町は、鹿児島市の町となった。1978年には、宮川幼稚園が、鹿児島市によって開設され、1986年には、鹿児島市立宮川小学校が五ケベップ町より、高徳寺第4丁目に移転した。翌年の1987年には宮川、小学校跡地に、宮川野外活動センターが開所した。 1989年2月13日に、多賀美町、五ケベップ町、山田町の各一部にあたる、星が、峰団地地区において、住居表示が実施されることとなったのに伴い、多賀美町及び、山田町、五ケベップ町の各一部より星が、峰二丁目、五ケベップ町の一部より星が、峰三丁目、山田町及び五ケベップ町の各一部より星が峰四丁目、生が,が,が、 二年五丁目が設置された。1992年9月14日には五、ケベップ町及び山田町の各一部にあたる、高徳寺、ニュータウン地区において、住居表示が実施されることとなり、五ケベップ町及び山田町の各一部より、高徳寺、第四丁目、五ケベップ町の一部より、高徳寺、第五丁目が設置された。1995年には上祭にあった。 鹿児島実業高等学校がごケベップ町に移転した。1997年11月17日に後ケベップ町の一部及び高徳寺、第5丁目の一部が高徳寺、第4丁目に編入され、ごケベップ町の一部が高徳寺、第5丁目に編入された。2004年4月1日には、星が、峰南大の区域にあたるごケベップ町の区域を、編入し、星が、 峰ネ6丁目が設置された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域に駅は所在しないが、中央部を鹿児島本線が東西に通っている。最寄り駅は多賀町にある広木駅、または 植谷口町にある上井獣院駅。ありがとうございます。